ってまいりました。今日は松浦鉄道鉄印巡り旅行ってみたいと思います。まずは降りた、そして鉄印の駅、旅は平戸口に移します。ここからが長い旅です。さあ鉄印巡り旅始まりました。毎度松浦鉄道をご利用いただきありがとうございます。この列車は今に行きです。さあ今に着きました。ここから乗り換えて平戸口に向かいたいと思います。そこまで行きますかね。これこそ一番贅沢な観光ですよ。はい、行ってきますね。ゆらゆらですね。そうなんですね。街の景色ですかね。乗客がいなくなってしまいました。さあ、いよいよ次です。日本最西端の駅、鉄印の駅、川平平戸口、いよいよやってきます。やっと鉄印に出会えるぞ。川平平戸口やってきました。日本最西端の駅やってきました。やってきた、最西端の駅やってきました。ここでございます。日本最西端やってきました。これが鉄印の駅ですね。さあ鉄印いただきました。松浦鉄道の鉄印いただきました。日本最西端の駅、川平平戸口駅で鉄印いただきました。ちょっとバス乗って平戸城に行ってみますか。平戸城が見えるけど、どうやって行くんでしょうか。どっかに街の入り口があるはずです。行きましょう。雨が降ってきちゃいました。しかも大粒でございます。何の気配はないんでしょうか。こちら平戸城、平戸城を使っています。行きましょう。まさか雨の中になると思わなかったですね。行きましょう。結構に降りなんすよね。あれなんすかって感じですよ。何の火神社と書いてあるな。白い攻めっております。私はあるからこれ一緒に出てないか。ではまずお参りしますか。水、ちょっと水道系の手水ですね。ここではお願いしたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。すごい神社だな。亀岡
しんじゃおうか。うん、何かな。天守閣の入場記念はここだ。これが天守閣だ。海の向こうに世界を見ていた平戸城です。最後この景色に出会いました。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。